多分交流に悩んでずっとリオナリオナって言ったんですけど、はい、リオナです。リオナ以外にもメンバーがいるのでぜひ覚えて帰ってくださると嬉しいです。そして私たちはいつも富山県を拠点にこのピコピコハンマーを使って活動しているんですが、このハンマーにはある力があるんですよね。はい、ある力があります。なんとこのハンマーで叩かれた人は幸せになります。やったー。ちょっとハンマー壊しちゃった、ね、叩いたら飛んじゃいましたね。初めての方も、ね、多いと思うので説明させていただきます。なんとこのハンマーで叩かれた人は幸せになれますって言ったら、みんなで一緒にやったーって言ってほしいんですよ。大丈夫ですか？聞こえました。ありがとうございます。じゃあ、もう一回いきますよ。なんと、このハンマーで叩かれた人は幸せになります。やったー。ありがとうございます。ありがとう。しくしてね。おーい。はい、ということでね、曲中に叩く曲があるのでぜひね、よかったら頭を差し出していただければと思います。ちょっと柵がしてあるんですけど、全然前行くと大丈夫なので、叩きに行くとね、みんな幸せになります。これ多分ね、もうやってるの？やってないな。まだですね。これ当たるかもしれないね。なんか1とか叩かれたら、そう叩かれたら当たるかもしれない。冷蔵庫欲しいね。冷蔵庫欲しいね。持ち帰れないね。でもこれが持ち帰ったらこのままで、そう皆さんね、ぜひね、これ本当に当てたい人はぜひ私が叩かれるときっといいことがあるかもしれないのでお願いします。お願いします。はい、それでは次に行きましょう。
岐阜から、あの岐阜のお姫さん、岐阜のお姫さんに参加してくださいます。イエイ。他にも石川県からと富山県からとゲストがたくさん来られるので、皆さんぜひあの岐阜の方も富山県に遊びに来てください。富山今日雪降ったみたいなので、ちょっと来るとき大変かもしれないんですけど、気をつけてあの、はい、ちゃんとスタッドレスタイヤにして来てくれると嬉しいです。そして29日30日もピコレボはの定期公演があります。そしてですね、新年明けても定期公演をやっていますので、